大阪府立平方高等学校は大阪府平方市にある公立の高等学校。平方市で初、府立46番目の高校として昭和中期に開校した。国際関係学科を設置するレッツ10校の一つ。ユネスコスクール加盟校。高度経済成長期に段階の世代の高校進学率が16%、急増した。 高等学校生徒急増期1960年代に新設された不立高校の一つ。地元の誘致運動を受け1963年府北東部の平方市大和座金谷175に不立46番目、平方市で最初の不立高校として開校した。教育課程は普通科と国際文化科がある。国際文化科は1992年に 国際教養家として平地され、グローバル社会に求められる、豊かな国際感覚を育むため、外国語教育や国際理解教育にも力を入れている。2011年より大阪府独自のイングリッシュフロンティアハイスクールズ校に指定されていた。これらの取り組みを発展、進化させるため、国際教養家は2021年度から、浅高校、住吉高校、千里高校、 花園高校などとともに国際文化化に改変された。未開発地の多い平方町は太平洋戦争に伴い中央部に大阪陸軍兵器師匠金谷倉庫や陸軍造兵所大阪工商平方製造所、東京第二陸軍造兵所宇治火薬製造所、香織工場が建設された。この軍用地に戦後1950年代の高度経済成長時代に 中宮の団地と香り団地が日本住宅公団により建てられ、市北部の排水不良水田も1968年に住宅地、くずはローズタウンとして分譲されるなど、全国有数の人口急増都市として大阪府4番目の人口を抱えるまでに膨らんだ。このため、団塊の世代が入学の1963年4月に高校を増設することが、 大阪府の緊急の課題となっており、大阪府教育委員会は1963年度を目標に発行増設する計画を立てていたが、北川地地区の高校増設は盛り込まれていなかった。その後、府立高校のなかった平方市をはじめ北川地地区で、府立高校招致運動が発生。それらを背景に9校の府立高校増設が決定し、 市役所の南約500メートルにある農地を造成して、平方高校が開校した。一期生は普通科500名、火星科50名で、当時、北川地群片野町にあった大阪府立、市場縄手高等学校方の文校を発展的統合する形で建設されたため、開校翌1964年度から1966年3月まで2年間、敷地内に、 片野文校が同居していた。地元集中運動もあり、開校当時、平方市内に住む公立高校普通会の進学志望者のうち、約半数の320人が平方高校を志望するなど、地元高校への期待が伺えた。さらに段階ジュニア世代を迎える、高校生急増期の1986年に、文校として津田校を平方市東部に設置した。 当時、数年後に生徒減少期に入る見通しだったため、新設校を作ると近い将来の高校等配合が避けられないとして、当面は、分校として生徒急増期の受け入れに対応する。将来の生徒減少期には、津田校の位置に、平方高校本校を校外移転させる形で、本校、分校を統合するという構想を持っていた。 しかし文工生らから独立校歌を希望する声が高まり、津田校は1995年に大阪府立平方津田高等学校として正式に独立した。校歌は安西冬江による作詞、大阪音楽大学教授、野口源次郎による作曲。1965年2月17日に発表された。制服創立50周年の2012年。 制服が変更された。男女とも落ち着いたスーツスタイルでネクタイを着用する。シャツは男女とも白と青の2種類。前立ての部分にラインが入るのが特徴。火曜と水曜に7元授業を行い、数学では少人数授業も導入。希望者に平日の放課後や早朝、土曜に講習を実施している。1年生では芸術鑑賞と英語暗賞大会が 二年生ではスピーチ大会が行われる。国際教養科では第二外国語として二年生マイナス三年生で韓国語、中国語、スペイン語、フランス語から一科目選択肢学習。また英会は英語でのプレゼンテーションを行う少人数制授業が週2時間ある。第二外国語英会はプレゼンテーションについてネイティブの先生が授業をする。 コールシステムを導入している。平方高校の1学期最大の行事で4つの段に分け行う。主な競技はクラス対抗や団体抗のリレー。3年を中心とした応援合戦も行われる。2020年度は新型コロナウイルスの影響により中止。1.2年生はアトラクションや食品バザーなどの企画を行い。3年生は演劇を行う。アクティブ。 トライオブマスの頭文字から取った数学のテストで定期講座の約1ヶ月前に行われる。1年は全クラス実施。2年は理系クラスのみ実施。ありがとうございます。